先ほど夢は何だとおっしゃいました？なんか枕ぐらいのでっかい生麩を食べる。ご用意しちゃいました。これ生麩ですか？はい、巨大生麩です。まあ、ちょっと武士の枕ぐらい。そうです、あの昔のね、昔ながらの 首高めのね、うん、いや、こんなところになんか労力使うんやったらもっともっともちもち食べてもいいやね、もうこれすごい。これはこのままいっていいんですか？これはもうそのまま、はい、ガブッと、ね、夢はどっちだよ、このまま行きたいの、周りに行きたいの、このまま行きたいの、私も焼くやばい、子供ほんまに頼むで、みたらしがほんまにないや、こういう人が好みやったんか。あのタイプなんやろうな、可愛い子には行かれへんねん